はい、どうもこんにちは、ピアソのゆうとのんです。今回は昆虫学者の UR 衣装を狙ってガチャを引いていきたいと思います。珍しいね、のんが結構日本版で引くの。まあそうやね、サバイバーっていうことと、うんうんうん、めちゃめちゃ可愛いっていうことで。まあそうだよね、この衣装はねマジで当たりだと思う。女の子は特に好きやと思うよ。うんうんうん、うんうん、使ってみたいっていうのもあると思うし、男の子もね人気やと思うから。めっちゃ混ぜるな。30、31、無料分で31年分。やばこの間に出たら、うんうんうん、あ青色かわいいね。かわいいね。やっぱ青が今回はモチーフやし。確かに確かに。まあ中国版の方ももうね。おい、ハイキーや。ハイキーやばくない、どんどんガチャ。あ、まあ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 、まあ。無料分で泣き虫くんゲットします。今後泣き虫の調整も入るからいいんじゃない？あ、うちもハンダ勝るしね。うん、そうそう。邪竜計画でもしかしたら今後泣き虫使いになるかもしれない。かもしれない。え、でかっ。まだまだ回せるじゃん。あ、まあさすがにね。まあ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 、まあ。うん。あ、やっぱ課金してないわ。あ、嘘。10秒くらいしかできんかもしれん。でも次で出して。まあまあ、これは単発じゃない？うん、単発。これで無料分が終わったと。終わったと。なるほどなるほど。こっからが本番です。1276エコーしかありません。ほ、うん、い。まあ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 。無理かー。まあ来ないよな、普通は。まあそうだよね。俺、でも今回早かったよね。16まで回した時。めっちゃ早かった、ゆいは。そのペースで出てくれるとありがたいけどね。はい、じゃあね。1万円分だけ課金してきました。なるほど、これで出します。 OK、 まあここで出してくれる。でもノンもらってるとこ見たことないからな。さあここで来るのか。ああ、でも欲しい、うち欲しかった欲しかった。やっぱサバイバーとしてね、うんうんうん、頑張るときは墓守りも使いたいし。確かに。いや墓守りのその衣装全然いいけどな。大きい。 UR と持ってなかったっけ、のんは墓守りの。持っとる持っとる。あ、持ってる。うん、金ピカ銀の持っとる。どっちが好き、今回の SSR か UR 衣装。こっちの墓守りのがかっこいい。あ、やっぱそうなんだ。なんかそうだよね。うん、あ、クンドもかわいいな、これ、うん、おしゃん。なるほど。これあっという間に20円が終わってしまったと。出ないね。うん、まあ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 。5万、3万ちょい。はい、とか言ってる間に来て、これで。はい、ね、やばいやばい、どうしよう。はい、嘘だ。まあガチャを舐めてもらっちゃ困るな、そんなにな。ラストです、ね、もうラスト。ラストです。いや、やばー、マジか。追加決定と。え、ゆい、これでもう出とったよね。もう出た、これで。はい、してきました。はい、これで出んかったら、うん、やめるかもしれない。嘘、え、ここまで引いて。いや、俺ガチャでね、うん、一番やっちゃダメなのは中途半端課金だと思うよね。あ、そう？そう、課金するんだったら焦りまで引くし、うん、この自信がないんだったらもう元から引かない。あ、どっちかがいいと思う。名言かな、うん、そういうことか。さ、強気で引かんとかってことなのかな、うん、もう1万円かけたのに何も得るものなくて帰るだけって嫌じゃない。だったらもうそっからもうプラスで課金してでも俺は当てるべきだと思う。ラストです。これで引くのか。ね、え、めっちゃ、え、待って待って待って、3個出てないか。やば、3個出る。え、やば、もうこれ10円だけでいいじゃん。もう今までの全部なくていいじゃん。ひどい。いや、それはそれで悲しいな。かわいいな。マジか。ほら、ほんとや、 SSR2 つに真ん中にソフィアがいると。これすごい。いや、これマジですごいと思う。普通にすごい、なかなか見たことないこれ。いや、でも別に嬉しくないこれも。まあ一発目とかでこれが来てくれたらめちゃくちゃ良かったけどね。うん、もううちこびるわ、めっちゃ運営さんで。もういろいろ当てた後のこれだからな。うん、まあでも嬉しい。結果、なんだっけ、紫のもらえたっすね。あ、かけら。確かに、あれ結構ガチャ引かんけど、あんまり。やったぜ。たまるからな。え、めっちゃかけら持ってるじゃん。4万5000もあるじゃん。めちゃくちゃ買えるよ衣装。UR 衣装4つぐらい取れるよ。まあこれで、はい、ゆいさんは引かなくていいんですか、日本版は。いや悩むんだけど、別にそこまで俺いいかな。ああ、そうなんや。うん、まあじゃあ早速、うち支店のはいノン中学者をね。いや、ノン中学者。いやね、いや、試したいことがあって、昆虫学者プラスもう一個別キャラのそのコンボを試したいことがあるので、まあそれをね、やっていこうかなと思います。わかりました、はい、やっていきましょう。さあ、やっていきましょう。やっていきましょう。まあ、いろいろね、相性のいいキャラクター考えたんですけども、はい、まあ、虫でさ、足遅くするじゃん。うん、で、足遅くして、で、誰か味方のチェイスしてるとこにカーボーイが入って、永遠に取るチェイスをするか、が、うん、その、占い師、まあ、今回使ってるんだけど、占い師で妨害してもらいながら、めちゃめちゃ袋貯めるか、どっちかをやろうかなと思って、今回は占い師をピックしました。まあ、ゆいが、チェイスしてくれたら、通話繋いとるってことで、うん、プロの願いめっちゃしやすいんよ。はいはいはい、まあ、そうね。やっぱ一番難しいのって、味方の補助したいのに、どこにいるのっていうのがあって。まあ、そうだよね。そうそうそう。まあ、ち
と打ってくれればいいけどね。難しかった今までやってきて、はいはいはい、多分今までの今日のマルチ戦で当たった人、うん、本当にごめんなさい、敵みたいな。いやでもそれってマジで難しい、本当に難しい。意外と自分自身の回復止めてでもそのなんていうんだ、妨害する時間あんまりできなくて、結局そのキャラ多分強いって思ってる人多いと思うけど、まあ結局強いけど弱いぐらいのキャラクターになると思うんだよね俺は。本当に技術がいるなっていう、うんうん、まああとは刺さる時が少ないかなとは思うかな。そう、試合によるんだよねとかハンターにもよるし、そうそうそう、でもね本当にうわ妨害できた、うん、これ嬉しいって時もあったんよ。まあ確かに確かに、そうだけど結局回せてないけん、うんうん、繋がらんのよね。そうマジでそいつ大会専用キャラだよねって俺はめちゃめちゃ思うけどね。 4VC は光ると思う。あ、まあそうだね、うん、確かに確かに位置がねやっぱ難しいかなって。俺多いになっちゃった。あ、オッケーオッケーオッケー、まあ、そのままぐるぐる回るわ。了解。どうしようかな、まあ、終盤で粘着してほしいねやっぱり。そう、それが理想。うんうん、あ、そいつ操作めっちゃ難しくないそのキャラクター。思ったよりも、うん、なんか簡単かなって思っとったんけど、うんうんうん、難しい。やったら難しいんだよカメラがね、やっぱいちいちなんかそのけどなんだよな、保存されるのが難しいよね。でもね多分難しいってゆうが言っとったけんか知らんけど、うんうんうん、あ、まあまあまあ分かったら使えるかなって感じ。あ、そうそう、分かったら全然ね、そう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 簡単なんだよ。俺やばい、危ない危ない、これもう一匹分多分袋溜まるぞ。エイミンちゃんマジで袋溜めやすいからな。あとはね虫でね、うんうん、ハンターどこに寄るんかなっていう詮索もできる。あ、確かに索敵ね。あ、そう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 、索敵もできます。あ、これ今乗り越えてもよかったかな。多分次の袋使って電車乗れると思う。あ、まだ乗る、あともう伸びる。うわー難しいなと思ったのが、うん、ハンターの後ろに虫乗った時、うん、追いつけんのよ絶対ハンターに。あ、まあそうだね、前側からかめっちゃ惜しかった。待ってよ、アンドに引かれたんだけどこれ。でもハンターの3時間これ確か5秒になったから多分早いんだよね復帰。サバイバーもうあのダウンはせんもんね。ダウンはしない。でも虫さっき引かれたけどダメやったよ、うん、あ、ワンパン。うん、ワンパンやった。あ、そうなんだ、虫ワンパンなんだ、うん、今相乗りしてるから多分降りた瞬間死ぬわ。オッケーオッケー。ワンチャン長距離ないかな近場に。なあ、いやどうやろう今ね。あ、応援すぎた。今仲良く乗車中でございます。あ、あるある、長距離これ入れるんじゃないかな。頑張って入って。いや、きついかな今虫ないよね。虫はもうお散歩中。あ、もうお散歩中。あ、頑張った、これワンチャン入れるかもしれない。頑張れ。いや、さすがに避けるんか。惜しい。もうちょっと入れなかった。やっぱりその虫、うんとハンターの位置が向かいになってる、うん、サバイバーの方が虫に向かって突っ込んでくれたら、あ、めっちゃいいねそれ。めっちゃ妨害しやすい、本当にそれはあるよな。ハンターの足には絶対追いつけないし、うんうん、後ろから追ってもないですけど、いやこれ長距離壊せ、お、壊してなかったのかって思ったのが、うんうん、うちは追っかけたらダメってことが分かったっけ。先回りさないと。いや、そうそう、それマジで大事。え、先回りしてる今ね、あの細い路線。あ、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 これでかいでかいでかい。でかいでかい。待って、あ、これ今、今のタイミングで俺が戻って貯めてもよかったけど、あえて2回分殴られた、これは。うん、いや、めっちゃ距離離れた、でかいでかい。いや、こういうことかな。あ、なんか妨害したって気持ちすごいね、嬉しいわ。今のマジで距離取れたよ。よかったよかった。いや、でも次のクルタイム間に合えばな、よかったんだけどな。ここさすがうちこれ2台上がったけど、もう妨害するわ。弱すぎる、この人なんだ。来て来て、カブ、あー、オッケー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 、惜しい。まあでも残り1台だからもう勝ちじゃないか。あとはなんかカーボーイとオフェンスと違って、うん、こうやってチロチロしとっても、うん、あ、まあ担ぐかって気になるよね。どういうこと。今のこの状況、まあそうだね、そう、怖いやんカーボーイとかオフェンスやったら、うんうん、ハンター視点はまあ妨害されることはないからね、移動スピード低下するだけで。やっぱり風船の妨害は、うんうん、劣るかなってその2キャラに比べたら。まあそりゃそうだね、うん、一応まあ一緒に組む人は不動腹痛吹っ飛ぶとワンチャンがあるかもね。ああ、それはかもね、うん、まあ、ほぼほぼいらんけど不動腹痛もかもねって感じ、うん、かもねって感じ。これ救助大丈夫、ナイスケジョ。オッケーオッケーオッケー、ボロタイがあるオフェンス、もうあと50ミルか。あ、これ、あ、でもオフェンスだった。じゃあこれも貯めるわ、ガンガン貯めるわ。うわー、いや大丈夫やば、大丈夫。もう2発殴った。あ、ってことあれが寸止めだと思って仲直り読みの2発殴りが。まあそのユイの行動が寸止めっぽいもんね。いや、だよね、寸止めだと思わせる行動。うん、まだ寸止めじゃないけどな、寸止めっぽい。いや、めちゃくちゃダメ。まあね、1話分溜まった。待って、電車が来るって言っとるよ、気をつけて。オッケーオッケーオッケー、これオフェ釣りだから、うん、これでもいい。あ、待って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 、危ない、怖い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 。いや、控えてくれればよかったけどな。オッケーオッケー。どうしよう、まあ普通に2人救助でなんとかなるかな、うん、今ねまた半分ぐらい溜まったからもうすぐ2話目溜まるわ。了解了解。2話目1,2,3,4話目、4話目が溜まる。まあこれ普通に救助で、うんうんうん、でも殴ってくれるんだな。おこ、これ弦上に行っちゃったパターンあるあるだな。あ、そうなんや。 OK、 2個目が溜まった。オッケー、救助大丈夫。 OK、 これ通電難しいね、アントニオ。意味わからん、虫出しちゃった。アントニオね、弦構えた瞬間通電がね一番強いんですよね。なるほど、まあ、難しいな。あ、内輪か。了解。ちゃんも袋つけるわ、これ。あー確かに、それあり。袋つけた、うん、これつけてもらおう。うん、つけてもらおう。あ、足大丈夫かな。めっちゃ遅いよ、感謝と。うんうんうん、つまやけ、なんか今ね、3人ともね、新
新しいゲートのところ、あの墓場の方のゲートを開けてる。オッケー。でもう一匹部分溜まってるから、あと5分しかもう一匹つけてるよ。黄色の蜂蜜がプーさんみたいで可愛いんですか。確かにそれはめちゃめちゃ思う。めっちゃプーさんあれ可愛い。うまい。今キャンセルされた。もう一匹。やば。これでハッチまでいけるんじゃない？無理かな。またゴミみたいな虫出しちゃった。ゴミみたいな。黄色い虫の出し方が。虫もそれ慣れだって最初はマジで難しい。俺も今まで分かってないもん。よく分からず出してる。オッケー、こっち側出てる。ハッチないかな。無理かな。ああそれは無理そう。あー惜しい。まあ、っていうね感じでとりあえず初見で使ってみました。よかったらチャンネル登録お願いします。バイバイ。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あとツイッターもやっているので、よかったらフォローしてください。それでは次の動画で。バイバーイ。